こんにちは。韓国ドラマ無人島のディーバでは、主人公ソ・モクハパク・ウンビンとそのライバルユン・ランジュ・キム・ヒョジンのファッションが物語の魅力的な要素となっています。まず、無人島でのサバイバルシーンでは、モクハのファッションが注目されます。モクハは船の事故で失った服や島で見つけた素材を使い、自ら服を作ります。これにより、色あせたり、破れたり、手製のアレンジが施された服がモクハのサバイバル感を表現しています。パク・ウンビンはこの服装を通じて、モクハのキャラクターに深く入り込んだといいます。一方、ソウルでのシーンでは、モクハが歌手になるために様々なファッションに挑戦します。無人島での経験から自分のスタイルを見つけたモクハは、カラフルで個性的かつ自信に満ちた服をまといます。パク・ウンビンはこれらの服を通じて、モクハの変化を視聴者に伝えました。ソウルでのシーンでは、ライバルであるランジュのファッションも注目されます。ランジュはシックでクールで、トレンドに敏感なスタイルを取り入れ、自身の地位を守るために常に最新のファッションを身にまとい、ます。キム・ヒョジンはこの服装を通じて、ランジュのプライドと焦りを表現しました。ドラマの中で、モクハがランジュの代わりにステージで歌う場面では、2人のファッションが対決します。モクハはランジュが着る予定だったドレスを自分のスタイルにアレンジし、その結果、より魅力的に映ります。このシーンでは、モクハとランジュのファッションの違いが彼女たちのキャラクターと立場の違いを象徴しています。無人島のディーバでは、ファッションが物語において重要な役割を果たしています。キャストたちはファッションを通じて、役柄に合わせた感情や表情の変化を見事に表現し、視聴者にドラマの深みを味わわせています。ぜひ、ドラマを見ながら、ファッションの変化にも注目してください。チャンネル登録よろしくお願いします。